北京大学附属中学北京大学附属中学は北京大学を母体に持つ中学校男女共学である中国全土からエリートの指定を集め卒業生の多くが北京大学や聖火大学等の国家重点大学へ進学するまたアメリカを中心とする海外の大学への進学も活発である国際交流が非常に盛んで日本では バセラ大学高等学院政府高等学校、熊本県立最最高高等学校との交流がある。なお本校は北京大学の付属校ではあるが、北京大学への内部進学の特典はない。初中部と高中部の2種類が存在し、初中部は日本でいう中学校、高中部は高等学校にあたる。また、高中部には7つの学部が存在している。 北京市海を読に位置し、地下鉄海予読層駅に隣接している。正門、西門ともに、峠工校時間以外は警備員によって監視されており、生徒は許可なく外出することはできない。授業は90分制で、1日に最大4授業、行われる。科目選択制であるため、生徒によって授業の予定が大きく異なっている。また一部の授業は、 北京大学において行われるため、生徒はバス、地下鉄などで大学で授業を受けることがある。敷地内に学生寮が存在しており、遠方からの学生や外部からの留学生、外国人教師などはここで生活を送る。学生食堂が存在するが、評判は非常に悪く、昼食時間帯は外部からのデリバリーサービスの配達員が校門前に多く見られる。 ありがとうございます。